はい、皆様どうも。本日は久々卒業。もうこれで4年目、あることに気づいた我々。卒業アルバムで職業につける能力の条件が見れた。体力750以上でつける職業。そして体力マックス3000でつける職も。ってことでこの4年目は体育会系クラス、勉強より運動メインで進めることに。ってことでひたすら体育のみ。ちなみに生徒を指導しないで放置するとやる気ダウン、不良になるとの情報が。ってことでただいまあえて放置中です。おお、早速、早くも不良化する生徒が？リーゼント不良来たー。サボり方もザ不良って感じ。そしてそして大量点滅。さあクラス終わりになってきたよ。まあね、ここまでやったらもう全員不良みたいってことで。イエス、不良オールスターズ。さあ、あとはひたすら体育やって1年過ごすだけでございます。と思ったらまさかの不良状態だと能力が上がらないことが判明。結構細かく設定が作り込まれている。これじゃあ体力就職できないのでね。はい、全員不良卒業でございます。ここから体育数回やって。あっという間のマッチョオールスターズ。絶対教室暑苦しい。このままひたすら体育で3学期ラスト。ですね、序盤の不良化のせいでちょっと想定外のことが。このクラスの体力お化けエース。岡田くんですら体力マックス3000届かず。ってことでここで5年目もマッチョ組決定。ちなみに体力750以上でつける職業は大工さんでした。今回は15人全員仲良く大工だったよ。やっぱ最初の数回、不良で能力伸びなかったのが誤算だったな。ってことで今度こそ、1年間みっちり最初から最後までひたすら体力強化。今回のエースは15番原だ。この子の体力を3000マックスに。一人だけ、あえて指導しないで不良に。不良後に何か面白い進路あるのかな？って感じの実験だぜ。はい、マッチョ14人に不良1人のカオスクラス爆誕。こんだけ体力バカなクラスに育てた結果。体育祭は全クラス倒し余裕の1位だった。何気にイベントの1位はこれが初。ただ学力は1ミリも上げてないので。瞬殺されたわ。でも原田体力マックス3000になったー。さあラスト授業、これでやっとマッチョな光景ともお別れね。ワクワク、体力マックスの職業なんだろう。あとは不良ちゃんの職も、他はまあ全員大工だろうから。うん、そりゃ大工だよな、これは知ってた。不良ちゃんはなんだフリーターかつまらん。まあ能力上がってないからしょうがないか。そしてメインイベントマッチョ原田の就職先。まさかのプロのボディービルダーになったよー。いやなんか、いろいろとバランスがおかしいような気もするが。超レア職業解放できた卒業5年目でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。